おはようございます。斉藤博です。で今日はねもう11日目です。昨日はね、高津山に登って高津寺っていうお寺をねお参りしてきました。とても高い山でね、もう上りも下りももう道が険しくてね、もう瀕死の状態で帰ってきました。しかしですね、もう痛恨のミスをやらかしまして、高津寺の奥の院にね昨日お参りして、頂上にある大師像とね大師様の像とツーショット撮ってやったと思って帰ってきたんですけど、実はそこが奥の院じゃなかったんですね。調べてみたら、さらにその奥にね行くとちゃんとね奥の院があったということでね、もう僕のこの調査不足、調査ミスっていうね、せっかくあそこまで行って奥の院じゃなかったっていうね、もう悔しくてしょうがないです。それともう一つね、あの行場って言ってあの修行する場所がねあるんですけども、そこもねちょっと行けなかったんですよ。そこもぜひね行ってみたい。まあ、実際にそこでねもう危なくないかどうかは行ってみないと分かんないんですけども、そこの修行の場もぜひ行ってみたかったのに行けなかったということで、ということでね、今日はなんともう一回高津山再アタックですね、リベンジしてきます。ただもう荷物はねもうクソ重たいんでね、麓にねちょっと隠してね、あんま人気ないとこなんで、そこのどっか木陰にねちょっと隠して、体一つでね、行ってきたいと思います。それだったらもう上り下り余裕なんで、もうね羽が生えたようなもんですよ。そういう感じで、そこまでね、降りてきてから離れてないんで、これから戻ってもう一回山にアタック、そこから、行場と奥の院行きますということで、ワープ。はい、というわけでね、昨日の中禅寺の前に戻ってまいりましたが、時間がね昨日1時間半かかったんですけど、今日はもう荷物なかったら40分で来ちゃいましたね。最高っすね。だからちょっとね余裕もあるんでね、今日は昨日行かなかったなんか枝分かれしてる道、何があるのかなと思ってちょっと行ってみたいと思います。左右にあってね、まずはこっちに右の方、私があるんで、まあ、車で行けるんでしょうけど、何があるのかちょっと行ってみたいと思います。はい、単純にね、まあ、中禅寺に出ました。中禅寺の境内に繋がっただけです。階段なんでね、何か物とか運ぶのにめんどくさいんで、車道を作ったって感じですね。でね、さらにこの奥は何かあんのかなって感じですね。ちょっと道っぽくなってるんでと思ったら行き止まりですね。完全に行き止まりです。本当に何もないな。ないのかな、それとも覆われただけなのか。ただまあね、ここまでちゃんと道になってるんで何かあったんでしょうということですよね。どこかにはつながっていて、もう完全に、廃れた、使わなくなったということでしょうか。いや本当ね、もう昨日はこういう余裕がねなかったんで、いやあっちもあるなあっちもあるなと思いながら、時間とねもう荷物がね、挟まれてますんで僕はね、もしかしたらこの奥の院もう一回、あそこは違かってもう一回来いよっていうのもね、お大様のお導きなんですね。考え方によっちゃそうやって思った方があのいいんですよ。何でもねネガティブに捉えちゃ面白くないんですね。なんだラッキーじゃん、もう一回行けるじゃんぐらいのね、新しい発見あるじゃん、こっちも行けるじゃんっていうね、そういう考え方ですよ。でこの後ね、さっきの左に分かれてる方の道も行ってみたいと思います。で今ねずっと歩いてきて何があるのかなと思ったら、フェンスで行き止まりなんですけど、あそこねヘリポートなんですね。あの Google マップで見たら思いっきりあのちゃんとありました、ヘリポートね、丸に H マークありました。やっぱり何かあった時のためなんですね、こういう高い山だとヘリポートあるんですね。じゃあ来た道を戻ります。というわけでね、また戻ってきまして、今度はね、まあ、昨日も本当素通りしちゃったこのお池ですね。お池の周りをぐるっと行ってみたいと思います。こんなね山のね中に池があって枯れてないっていうのもね、これ不思議な話ですよね。もう先ほどすれ違ったね
ご夫婦で登山されてる、されてらっしゃる方がね、いますね。はい、これ赤樫、樹齢1000年とも言われてますよと。じゃあこちらですね、立派なね、これ樫なんですね。いやーかっこいいっすね。いやすぐまた杉とはね違いますからね、この形というか。うん、これもなんか石碑なんですけども読めません。七人塚っていうふうに書いてあったんでね、それなのかなと思います。あちこちにありますね、根元にもあります。読めません。近くに寄ってもちょっと読めないですね。石碑の裏にも石碑がねあるんですよね。何かを覆い隠すようにというかね、覆うようにありますね。そしてこれよく見たらしめ縄じゃなくてトラロープでした。代わりですね。いいんじゃないでしょうか。この上は特になさそうですね。戻りましょう。お池をねぐるっとしてまた登山に戻りましょう。はい、というわけでね、やってまいりました。戻ってまいりました。行場入り口、こちらですね。昨日はこのまま上行ってね、お寺行きました。僕は勘違いしたというかね、あまりにも疲れ果てて、なんか道も行けないんじゃないかなとか思って行かなかったんですが、紛れもなく、こちらの道が行場の入り口ですよと。ただね、やっぱり若干、落ち葉が多い。まあ、もしくはね、これから先行って道があるかどうか。行場でもね、修行ができるような環境かどうかは行ってみないと分かりません。なのでとりあえず行ってみましょう。ちょっとねやってきたところで、ちょっと平場になってね、岩がかなりゴツゴツしてます。もう立派に苔むしてます。でね、順序が分かんないんですけど、多分この上かなって感じがしますね。この上にちょっと行ってみたいと思います。こちらからね登ってきたんですけどね、普通にこっちがなんかちゃんとした、ね、段がありましたね。場所間違えました。そしてダダダダンドン、おすごいですよこの岩ね、岩岩で見てください。これ階段がね、階段ができてますよ。で上に何か像があります。これ自然にねできるって、やっぱりこういうの見つけたらちょっと神がかったものをね感じますよ。こっちも行けんのかな、後で行ってみようと思います。とりあえずこの真ん中ですね、せり割り、こういうのをせり割りって言います。漢字もねせり割りって字があるんですけども、意味は深く調べてないんですが、こういう行場がですね他にもあります。せり割り、こっちにもなんか穴がありますけど、何も見えないですね。なんか祀ってあるのかな。字がね読めない。御三三月なんとかね、まあ置かれた日でしょう。で見てください。これさらに上にはしご、そしてまたぐようにはしごがあります。あのはしごが折れないかどうかが分かれ道ですね。はい、でこうやってはしごがね上に直接向かっているものと、まあ、平行に渡ってね、とりあえず向こうに渡れよってものがあります。まずこちら、まずっていうか、まあ、平行に渡った方がいいでしょうね。四つん這いでいきましょう。はい、で今ね渡ってきました。じゃあさらにね行きましょう。どう行けばいいのかな。道なき道をね行きましょう。何もねえな。あれ、ちょっと上がったところにねこんな建物が、見えてきました。まあ廃屋ですね。ほぼね使われている形跡がありませんが、昨日他のね、いろいろな方のブログを見たところですね、ここがその、なんていうんですか、女人禁制の
風習が復活する時期があると。で何かそのなんて言ったらいいんですかね、お祭りというか祭事があった時には当時をね再現するってことで女人禁制の風習も限定的に復活するようで、その時にここを女性たちが使うというものらしいです。ただあの廃れ具合を見るにもうそういうこともないのかなと、もう関係なくねウェルカムでやってるのかなとも思います。まあ土台ね時代錯誤な風習ですからね、根拠がないというかね、まあ、根拠はいらないんですけども信仰なんでね、まあ別にいいんじゃないっていうことなんじゃないでしょうか。で結局あの後別に何を探しても何もないので、とりあえず一回お寺にね上がって、今日管理者の方いると思いますんで、その方にさっきのね前場の競り割りのこと聞いてみようと思います。まあ明日登って終わりだよって言えばね、あそうすかって帰るんで、あここに行くんだ、はいはいはい、ここもこの脇道もね昨日何かなと思いながらやめた場所ですわ。登山道がいくつかあるようなんでね、何かあればそこで止まって引き返せますけど、何かあると思ってずっと行っちゃってね山下っちゃったら怖いんで、そういう意味でちょっと昨日は冒険をあんまり控えたんですが、今日はね時間もありますんでね、荷物もないしガシガシ行きたいと思いますよ、ね、先ほども門前まで来ましたけども、あら手袋落としたと思って、ね、また落とし物して戻ってきまして、だったらまあついでに行場を後戻りしようかなと思ってね、今行場後戻りしてきまして、先ほどとねちょっとルート自分間違えてましてね飛び越えてきちゃったんですよね、上から数えれば1つ目2つ目で、こちらにちゃんと回り込むとね一回下ってちゃんと登るはしごがあるみたいですね。さっき僕ここ行かなかったんでね、行ってみようと思います。なんもないですけど、あれはなんすかね、お鍋かな。降りてみたらね、なんかありました。ちょっとね、暗いくて読めないんですよね。ライトがあります。ライトを当てても、読めないというか、なんか、やっぱり、何か、形が彫ってあるんですかね。菩薩、剣かな。人の形というか、なんか仏様の形にちょっと見えないですね。なんか剣のようにも見えますね。よし、上がりましょう。はい、というわけでね、全城ツアーが終わりでございます。あちらからね、降りてきました。いや、来てよかった。やっぱりもう一回来てよかったですね。これをね、やっぱり見ずして、帰れないというね。せっかく来たんですからね。もう僕の念願かなって6年ぶりのお遍路ですからね。2時間3時間、まあ1日2日ですよ。1日2日ね、潰そうがね、やっぱり行きたいところには行かなきゃ。そういう感じでした。よし、でまた今度はね、奥の院。奥の院行きます。はい、でまたねお寺に到着しました。見てください、日付、本日がね5月の11日なんですけども、明日12日がですね、ごま厳守日渡りありということでね、紫陶なんだか紫です、まあ、紫陶大ごま厳守ということで大きなお祭りというかね修行があるそうです。そうしましたらね、もう昨日とは打って変わって作業されている方がね境内たくさんいらっしゃいます。上りもね立ってます。高津山ね、大権現お堂の中も全部きれいにされて、こういう祭事に使う宝具ですね、あれね、尺状とかね、斧とかね、傘とか出てきましたよ。これおみこしですね。Thank you.
あ、こちらの新行灯も開いてますよ。あ、素晴らしい。本当今日ラッキーだわ。こちらが学識増進文字菩薩様ってね書いてあります。でこちらね、昨日もこちらも閉じてましたよ。高知の本堂ですね。失礼いたします。わお、わお、素晴らしいですね。これはもう本当にお大師様の導きですね。あの頂上のねゾーンのところで僕が本当にそこで帰れよって言ってくれたんですね。もう明日もう一回来いよと。はい、でこちらがごま堂ですね。こちらも全開でございます。紋付きのね垂れ幕が、こんにちは。はい、今ね休憩所の中ですけども、なんと今ですね、お堂の方がお昼に作ったカレーが容器あるんで食べますって言うんでね、もうガツガツ食いますと言ってですね、今待ってるところです。素晴らしいお接待ですね。お昼に山の上でカレーがいただけるなんて、今待ってます。そわそわしてます。じゃカレーですね。ありがとうございます。あ、キュウリもありがとうございます。いただきます。じゃいただきます。というわけでね、カレーのお接待いただきまして、その後もね地元の方のねたくさんお話聞かせてもらいまして、おしゃべりしてくつろいでチョコレート食べてお菓子食べてめちゃくちゃまったりしてました。というわけでね、本来の目的である奥の院を目指したいと思いますが、その前にねここも昨日行かなかった、今札にありました三角点、そこをちょっとね見ていこうかなと思います。で今日がね5月11日で、明日が5月12日がですね釈上祭というね、お祭りですね。ごま炊きが行われる、大きなお祭りがあるということで、地元の方々がみんなね総出でお堂の中掃除したり、明日の準備したり、女性陣がね食べ物の準備したりしておりました。はい、見えてきました。これが三角点、高津山一等三角点ね、書いてあります。いい夫婦ね、いいサミットじゃなくてこっちはいい夫婦ですね。じゃじゃんとあります。まあ別にここは霊場でも何でもないのでね、ただの、測定測量というかねの場所なんで、まあ来ましたよということで、じゃまた戻って昨日のね大師様にもう一回お会いして、その奥の奥の院をねお参りしに行きましょう。でね、その地元のね お母さん方とても料理上手だってことでね、皆さん美味しいカレーと酢の物、きゅうりの酢の物をいただいてね、その後もまあお茶飲めやねお菓子食えや散々勧められましてね、僕もパクパク食べてお腹いっぱいでございます。いろいろ楽しいお話聞きました。本当に来てよかったです。もうこれはねもうお大師様のお導きですね。必殺お大師様のお導き。もう昨日僕がね大師堂お参りして納経した時にね、お大師様が今日は帰りと、また明日来るんやでーつってね僕をこう返してくれたわけですよ。昨日奥の院もね禅場も全部回って僕が満足したら、今日は来れてないわけですから、きっとねそういうね大師様のね お計らいがあって、俺を返させて、でまたこっち来いよと。そしたらね今日は昨日の閑散としたお寺とは打って変わって賑やかにね人もたくさんいて、お堂も全部御開帳でね、開けられて、たくさんいいお話聞けて、お世話もいただけてということでね、いいことづくめですわ。来てよかったです。じゃあ戻ってきました、大師堂です。でこちらのね奥なんですよね。でねこちらの 裏手の細い道ね、もう僕はねここが単なるあの他の登山道かと思ってね、あ怖い怖いと思って行かなかったんですけど、こっちにね奥の院があるよと、
もう一個ね、こちらさらに奥のにこちらですよっていうのがあって欲しかったですけども、まずここが小安地蔵尊、塔が立っておりますね。はい、こちらで一礼してですね、さらに下に下っていきましょう。わあ、いい景色ですね。いい景色、いい景色、いい景色。細い道がね、くねくね続いておりますが、下に向かって歩いております。で、こうやって行って、この奥に奥の院があって、さらにずっと下っていくと、またまたこれ僕が昨日ね、なんだこの道はって途中で引き返したあっちの道に繋がってるみたいです。こちら、この先右、一見すると行けるのかと思いますけどね、こっちじゃないかとか思いますけども、こっちですね、行きましょう。あの大志蔵のところにね、今のような札が1本欲しかったと思っております。おーおーおお、なんだこれ、どう行ったらいいのかな。切り立った岩肌を降りていくよと。結構降りますね。こっちにも道がある。これ帰り道ですね、きっとね。こっちが帰り道として行けば、あちらのね、本堂の境内のあの裏手から来た道に繋がってるんじゃないかと思います。そしてそして、じゃーんとありますね。いかにもかっこいいっすね。もうほんとリアルロールプレイングゲームですね。ワクワクしちゃいますと。木の鳥でございます。石じゃないです、木の鳥です。ちょっと今逆光でね、見えないですけども、奥の院と書いてあります。平成27年8月18日。いやー、これちょっと見えない、見えない、暗いですね。高津寺第33世、公園というのかしらね、あのこのご住職の名前でしょうかね。ちょっと書いてあります。写真でね、ブログでは写真でクッキーをアップしておきたいと思います。とりあえず進みましょう。一礼。そして二の鳥居ですね。こっちもなんかね、道がある、電球もついてる。あ、こっちかな。つながってると思います、道はね。はい、脇にはお地蔵様、こちらにも何かね、石碑がありますね。多分これは金柄童子と見ます。金柄童子、ご本尊というか、その像はないですね、文字だけになってます。こっちもなんかありげですけども、まあ行かないと。ああ、もう逆光ですね。ちょっと行きましょう。これが奥の院二の鳥居。ああ、いっぱいある鳥居が。お寺をね、作るだけでは飽き足らず奥の院まで作っちゃう。はい、三の鳥居でございます。4の鳥ですね。爪。ありました。よいしょ。お賽銭箱と、あ、開く開く
開きます。失礼いたします。太鼓、そしてまあろうそくやらね、線香立てるところがあって、その奥ですわ。この窓からまた奥が見えるようになってますね。じゃ行ってみましょう。今こちらからね覗いたわけですね。こちらでございます。しっかり引いて見えるかな。奥の院蔵王大権現高津山とあります。そしてこの鳥が5つ目ですね。こちらが鉄というかね、金属ですね。鳥5つ目でございます。わお、いっぱいありますね。しかもなんかこの なんていう石なんでしょうか、こういう板状のね岩をね敷いてあります。いっぱい。これ他の方のブログ見るとね、それぞれのお社が何が祀られてるか書いてあったんですけども、今パッと思い出せません。位置関係がね分かんないので。こちら鍵がないですね。失礼いたします。あ、綺麗なねお酒が、ちゃんと綺麗なお酒がね叩いてありますね。お供えしてあります。奥の札を見ると蔵王大権現と書いてあります。で、一番真後ろのはですね、金剛像なんとかって書いてありますね。それまで読めないです。失礼いたしました。鍵はあるんですけど、まあ、壊れてるってことですね。よし、こちらが奥の院大権現。こちらはまだ真新しい南京錠がかかっております。お賽銭もね結構入ってます。僕も後で今からお経をあげますのでね。でまだ後ろにもありますよとね、 1,2 これが3つ目。こちらも鍵がしっかりかかってます。でここに1本ね、杉の木挟んで、こちらが高津大権現様ですね。これ真ん中とね、脇にね、両脇に、これは、分かんないっす。これも分かんないっす。失礼いたします。不動明王様のような何か憤怒の表情をされてますね。失礼しました。よし、そしてさらに後ろにある、しかもちょっと反対側向いてます。これはこちらは何でしょう。こちらの門がですね、先ほどのお祭りの垂れ幕と同じ門がありますね。道もね、こちらからも伸びてるんですよね。行ってみましょう、とりあえず。金剛蔵王大権現様ありましたね。金剛蔵王大権現様ということで、奥の院 1,2,3,4 5つですね、お社がありました。ちょっとねこっち行ってみましょう。こっちこれからちょっと下ってみたいと思います。いやね、先ほどの奥の院のさらに奥のですね続く道を来たんですけども、多分今僕のいるところが見渡す限り一番高い位置なんですよね。まあ、てっぺん中のてっぺんというか、他にも見えないので、ここが今僕いるところが一番、あとはもう下るだけなんですよ。道もね、もうあとは下に下っていくだけの道なんで、登山道か、まあ、トレッキング道というかね、なのかと思います。
そしてこの木ですよね。この木が本当に頂上にポツンと生えてるんですけども、ポツンってか奥にもあるか。その根元にね、なぜかこのおみきがですね、お酒が備えてあります。誰が備えたかは分かりませんけども、で他に何もね、それらしい跡みたいなものは全く何もないんで、ここが別に霊場と何か祀られてるとかね、そういうところではないと思うんですけども、山のてっぺんということで、こういうお酒がね、ポツンって置かれてます。誰が置いたかは分かりませんが、先ほどのね、奥の院の祠の中に備えられたお酒と一緒なので、このお寺が管理されてるね、皇室の方がお供えしたのかなと思います。意味があるのかないのかはちょっと分かりませんが、これ以上言っても何もないでしょう。あとはもう下っちゃうんで、あとはもう下に行くだけなんですね、道が。いよいよ私も、これすごいですね、岩のとこに寝るように木がこう生えてる。僕もいよいよ帰ろうかな。もうさすがに行ってないところはないと思います。おや、石碑発見。こっちから登ってくる人もいるということですね。そこから奥の院に、最後のね、奥の院の一帯は、ダオダイゴンゲン様は反対側向いてましたんで、こっちから登ってくる人のためなんだと思います。お迎えするというかね。はい、ちょっと険しい。はあ、はあ、これ下から眺めるタイプだ。今正面に来ちゃいましたけども、こちらにも石碑がね、あります。あと向こうにもね、もう一体あります。はい、来ました。こちらですね。読めません。なんとか、こ。童子かな？童子ですね。何々童子。あ、結構ある。よいしょ。あ、何々童子ってこの神様にとか仏様に仕える、あの神様たちの、神様に仕える神様の石碑がですね、そこら中にありました。なんとなんと、こっちからもトレッキングトレイルかな。あ、いっぱいありますね。今見える限りで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 神章、童子だから神章じゃないか、12童子っていうのかしらね、そういう感じなんでしょうか。カメラワークがおぼつかなくてすいませんが、あります。ありましたね、来てよかった。もうさすがにこれ以上ないでしょ。これ以降下行ったら、この岩の感じがね、いい感じなんで、ここだけだと思いますね。もう戻りましょう。もう戻ろう。もうこれ以上あってもあんま悔いないかな。っていうぐらい見ました。じゃあね、戻ってみます。でですね、ただいま時刻は夕方の6時45分。もうね、いい時間でございます。お寺はね、高知寺降りてきて、途中寄り道したりね、また地元の方とお話ししているうちにこれぐらいの時間になっちゃいました。そしてね、今日はね、温泉に行きたいと思います。このめちゃくちゃ年季入ってるというか、むしろこれ現役で復活させてほしいぐらいのね、なんか愉快なこの入り口、ふいご温泉。見た目、入り口はね、こんなんですけどね、評価は高いですしね、写真で見る限りかなり綺麗な感じでいい感じのお風呂なんでね、楽しみです。本当にこんな奥に名湯があるのか。でね、こっちから出てきました。広い道路ね、新しい道路だと思いますね。またさらに下っていきますと、
わお、わおですね。綺麗な、ちょうどこの谷沿いなんですよね。谷沿いに、谷を背にしてという感じですかね。いいとこですね。というわけで到着しました。こちらが不意後温泉ですね。こちらが宿泊施設だと思いますね。泊まれもしますんでね。何やら階段と看板があります。吉野川市不意後橋高連変岩、昔鉱山があったとね。はいはい、不意後か。不意後っていうのは、あの火をね、こう強めるためにこう空気を送り込むやつですよね。なんかとても綺麗な、岩場が見れるそうですけども、明日早めに起きれたら行ってみようかしら。あ、いいっすね、川ね、清流。あ、なんかいいな、あの奥の方なんか結構深みがあって、滝のような音も聞こえますけどね。小川さらたらいいですね。ワンちゃんがね、お留守番で吠えてますけども。それじゃあね、温泉に行ってきたいと思います。ではね、今度こそこちらでバイバイですね。今日はまた明日。